はいどうもリントです。今日は、リント日記っていうことで、最近ねこうバリバリ進化し始めてる、パソコン周りをねちょっと、手持ちでね写真じゃない動画ね撮っていこうかなと思います。今ねこんな感じの机の環境でやっていて、ちょっと後で遠巻きから撮ったやつをね、やっていくんですけど、ま、机の周りを見ると今あのスマホケースから外してるんであれなんですけど、あそうそうスマホケース作ったんですよ。自分のドラクエのキャラクターのリントちゃんねの写真と、チャンネルアイコンとリンリンパラレルっていうことでね作りました。まあ、これは置いときましょう。で、今の机の環境としてはこんな感じ。これ机の上に、結構前に買ったプレイマット引いてあって、Bluetooth のマウスと、キーボードね、無線のマウスとキーボードとですね、これさっき撮影で使ってた開封する時のやつとかボールペンとかだね。あとこれあれだ、ガス台だと、遊戯王のデッキが今一旦置いてあって、スマホスタンドでしょ、でスピーカー、たまにお香を焚いててお香を置くところと、私の大好きなナイトメアビフォークリスマスのジャックと、これなんだっけ、あこれあれだ、スイッチのゲームをとりあえずケースから出して入れておくところ、今ポケンしかないけどね、あのスプラトゥーンとかはうちの弟くんカイリくんがね今使ってるのであれです。でここに間接照明こんな感じでね、であと上に照明でこっちがこれはねみーちゃんですね、みーちゃんのお部屋、みーちゃん今多分寝てんじゃないかな、てるね。で、こっちの下側の方に、コーヒーメーカーと、これうちの弟カイリ君がね買ってくれた、ジャックの頭のマグカップと、ちょっとお皿とか、あそこに砂糖とかね、これが紅茶とか入ってるね。たまにこれにお湯入れて入れるときこれ一回出さなきゃならないんだけど、ここにお湯入れて、横にスイッチがついてて押すと出てくる。で、私のパソコンと、ここの上はまあ、パソコンからねこう線が伸びてて、USB 系のものでこう充電できるものをここに置いている状態ですね。今充電中だわ。でみーちゃんの掃除グッズ、あっちの奥にも掃除グッズあるんだよね。このねカラーボックスは後ろくり抜いてあの裏使えるようにしてる状態ですね。で机の下は前に作ってたここね今ねフィギュアたちのこうジオラマになってますね。でこれあれだ、今遊戯王デッキ作ろうと思って一旦置いてるカードたちですね、まやかしのカードで、カンコレ、ちょっとこれコードとかねバラッとあるけど、でコントローラーが2個ここに置かさってて、この下が あれだ、フィギュアの腕パーツとかですねっていう感じ。あでうちのリントちゃんは今リントちゃんはここにちょっとずれてたけど、うちのリントちゃんはここに、てか倒れてんね、よいしょ、この机のねあの角っこの方に置いてます、リントちゃん。そしてポケモンのフィギュアがちょこっとだけと、あとロトの剣と自分で作った剣とって感じですね。であそこにスイッチと Wii U とね、で下に Wii U の本体ね、で、スキンケアのものとか薬とかだねここね、乳液、化粧水、あとハンドクリーム、目薬、ローラー、櫛、
とか、あと、うん。で、ここに、あれだね、シックスパッドと、あとコットンパフがここにあって、って感じですね。あと、冬場たまに使ってる、あれ、加湿器。で、こっちに棚があって、この棚は、こんな感じで中にいろんなものが入ってますね。印鑑とかフィギュアのあれとかね。ここは私のスマホケース置き場ですね。ひとまず最近よく使ってるスマホケースがとりあえず 1,2,3,4 つ、スマホリングつけてるやつで、スマホリングつけるてる、これをつけるときに、挟めるやつだね。これ挟めてるカードポップンのね、とジャック、そしてガッシュベルのやつ、ガッシュベルのやつに、これカンコレだね。これ開けたら中どうなってんだろう。中ちょっと恥ずかしいねアタゴ入れてるわ。これカンコレのやつ、あとはあそこに、スリーブと、あれ 3DS だな。これ 3DS。ケースは、うちの弟チンが東京行ってきた時に買ってくれたやつ。アルトニア行ったんだっけ？なんかその辺行ったはず。こんな感じ。3DS。メトロイドの 3DS。よし、そして、なんかこれ汚いから隠そう。メモ書きね。今日何しようかなのメモ書き。で、前使ってたノーパを最近直してセットアップした状態ですね。基本的に仕事用になるのかな。あとはもうここから見たら外だからね。うん。で。よし、ちょっとソファーから立つかで、ソファー、風呂上がりだからね、バスタオル置いきっぱだけど、こんな感じで、こんな感じね。で、ここに今 VR のヘッドセットと、コントローラーと置いてあって、上がこんな感じになってる。ちょっとですね、ネックレスとかそういうやつだね。お、やばいやばい感じね。で、ちょっと青磁を一時期炊いた時があって買ったやつだね、青磁。あとこれ肩にやるやつ。あとこれデジカメ入ってるね。うん、こんな感じ。今ゴミ袋ここにね設置してるけど。で、上が私の大好きなキャリーちゃんのポスター、もらったポスターをここに貼ってますって感じね。で、ちょっと外観から撮っていこうか。ちょっと今汚いんだけどね、整理してる最中で、ね、遊戯王がこんな感じになってるのと、飲み物めっちゃ置いてるっていうね。こんな感じ。さっきまでそこに座ってたからね、毛布あるけどね。そう、こんな感じで、物が置いてあると。で、みーちゃんね。で、こんな感じでパソコンの裏がこうなってる。で、ここで、いつも過ごしてますね。さあ戻ろう。あ、そうそう、テレビもね、こう HDMI で接続されていて使えるようにはなってるんですけど、なので今3画面になってますね。1,2,3。ちょっと、私が最近ハマってるキョンクマさんの、動画を見てるところで止まってますね。はい、っていう感じです。まあひとまずね、こうやっていろいろ、まあ自分のパソコン周りがね進化してきているので、またなんかこう変わったりとか、新しい機材とかなんかあったら、簡単なレビュー形式でね、リント日記やっていこうかなと思います。うん、っていうところですね。はい、ということで今日は、自分のパソコン周りをね、軽くご紹介させていただきました。
はい、またこんな感じでリント日記出していこうかなと思うので、またよろしくお願いいたします。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。